こんにちは。鈴廣かまぼこの鈴木智博です。今日皆様に私から話したいことは、今日のTEDxのテーマである伝統と革新について、かまぼこ屋の観点からイノベーションのヒント、カビキについてお話ししたいと思います。私は鈴廣かまぼこを今後担うものとして、常にこのイノベーションを何をしなければいけないかというものを常に考えております。鈴廣かまぼこのご紹介したいと思います。鈴廣かまぼこは創業1865年158年目になります。先ほども言いましたけれども、私で11代目になります。そんな私はこのイノベーションというものを自分がどのようなことができるかというのを常に考えています。ここで小田原かまぼこについて皆さんにお話ししたいと思います。小田原かまぼこは形に特徴があって、山高、背が高くて肩が少し出ているような形、ここに特徴があります。さらに食感もしなやかで歯ごたえがある、そういった板に乗ったかまぼこです。蒸しかまぼこです。皆さんはこのかまぼこもおせちでよく召し上がられるかと思うんですけれども、あの紅白のかまぼこは大体が小田原かまぼこだと思います。小田原かまぼこは小田原で発展していきました。その発展した背景には理由があります。一つに相模湾という豊富な漁場があったこと、そして箱根や丹沢といった山々から注ぐ良質な水があった。さらに宿場町として小田原は栄えていました。そこで大名行列の参勤交代で訪れる大名であったり旅人たちがたくさんこのかまぼこを全国に広げていったのです。そんな小田原かまぼこは現在11社のかまぼこ屋で、小田原かまぼこを広げるべく切磋琢磨していってます。そこでかまぼこの魅力についてお話ししていきたいと思います。皆さん、この一本のかまぼこの中にどれぐらい魚が入っていると思いますか？実はこの中にこれぐらいの魚が約7匹も入ってます。なのでタンパク質が豊富なんですね。そして使う魚は白身魚、ヘルシーで高タンパクです。魅力の2つ目としては使い勝手の良さ。これはかまぼこは切って出すだけで食卓に並べることができる。なので食卓はもちろんお弁当や子どものおやつにも最適です。そんな使い勝手のいい食品でございます。そんなかまぼこですけれども、約40年前に比べて現在食文化の多様化などの原因があるとは思うんですけれども、現在生産量は半分以下になってしまっています。このことから需要創造をするということがとても大切になってきました。需要創造することはビジネス面においても、さらには小田原かまぼこを存続させていくためにもとても重要なものです。このことは私だけでなくすべてのかまぼこ屋で需要創造をしなければいけないっていう使命感を持って取り組んでおります。そうですね、全国で同じようなことが起きていて、今では800社、40年前に比べて800社のかまぼこ屋の数になってしまっています。ここで私のパーソナルな課題についてお話ししていきたいと思います。私は鈴廣を担うものとして、158年の鈴廣のかまぼこを継ぐものとして大きな責任を伴っています。そして先代たちの起こしてきた実績、イノベーションと同じような革新を私自身もしなければいけないというプレッシャーを常に感じております。現在かまぼこはおせち以外になかなかかまぼこを食べる機会っていうのは少なくなってしまっていますが、それを新しいシーン、もっと多くのかまぼこを、もっと多くの人にかまぼこを食べてもらうシーンというものを作ることがとても大事になってきました。それが私の課題でございます。その需要を作るために私はさまざまな取り組みをしました。例えばすり身でたこ焼きを作ってみたり、キャラクターとコラボレーションしたかまぼこを作ってみたり、さまざまなチャレンジをしました。けれども需要創造とまではいかない、どれも需要創造とはいかず、先代たちの起こしてきた実績に比べるとイノベーションとは言い難いものでした。私は常に悩んでいました。皆さんの生活の中でどうやったらもっと多くかまぼこを使ってもらえるんだろう、もっと食べてもらえるんだろう、常に考えていました。いくつか先代のイノベーションの話をしたいと思います。9代目の鈴木千恵子、私の祖母にあたる9代目はモータリゼーションの時代を先読んで、海沿いにあったかまぼこ屋の店舗を国道沿いに移してきました。そのことで箱根観光のお客様を取り込むことに成功したのです。このことは小田原かまぼこを箱根小田原の土産としての地位の確立につながりました。また祖父、8代目の祖父はかまぼこ作り、朝早くて重労働だったかまぼこ作りを女性でも働けるようにと、手技のかまぼこを、手技で作っているかまぼこを機械化することに成功し、かまぼこをより多くの人に届けることが成功したのです。そんな先代たち、そして私も大事にしていかなければいけないものが社是ございます。社是を少し紹介させていただきたいと思います。こちらはまず老舗という言葉についてなんですけれども、老舗自ら老舗というのは少しおこがましいのですけれども、老舗というものになっていこうじゃないかと、そういう思いも込めてつけさせていただいている社是でございます。老舗にあって老舗ならず、これは伝統を守りながら時代に合わせて変革しなきゃいけないものは変革していこう、勇気を持って変えるべきものは変えていこうという、そういった意味合いでございます。今回のTEDであります、TEDのテーマであります、伝統と革新とテーマが通ずるものがあると思います。この「老舗にあって老舗にあらず」という考え方は先代も私も常に持ちながらさまざまな革新をしていきました。そして私もしていこうと思っております。そんな中、ここからが本題です。私の課題というものは先ほどから少しお話ししているように、かまぼこの需要創造というものを自分ならではの革新イノベーションで起こすことでございます。それはどのようなものなのか、いろいろなさまざまなチャレンジをしてきました。しかし先代たちに比べるとなかなかイノベーションにつながるようなことはできませんでした。日々悩んでいました。かまぼこをもっと多くの人に届けるためにはどうしたらいいか。そしてそんな中、ある日テレビを見ていてはっとひらめいたのです。サッカー日本代表の長友佑都選手がドキュメンタリー番組でこう言ってました。自分の食トレはタンパク質を大切にしている。その中でも魚肉、魚を中心に摂っていると。ここで私はひらめいたのです。私自身、幼少期からサッカーが大好きで、サッカーをずっと続けていました。その中で思い返すと、練習の合間や試合の後、かまぼこを、タンパク質を栄養補給として取っていたのを思い出したのです。よし、これだ。サッカーとかまぼこを掛け合わせて新しい需要を作ろう、そう思いました。私の日常の中にかまぼこのイノベーションにつながるヒントというものが隠されていたのです。さらに科学的なエビデンスもあったので革新につながりました。10代目である父が魚肉タンパク研究所というものを設立し、158年の続く職人技、そういったものの可視化をしたりだとか、かまぼこの機能性を証明したりだとか、そういうことをしてきました。その中では、例えばかまぼこは高タンパクで消化性にいい良質なタンパク質源である、そういったものが分かってきました。そのことから私はこれで魚肉タンパクで新しい市場が作れると、そのように思ったのです。それからというもの、長友選手をはじめ多くのアスリートにかまぼこの良さ、高タンパクで消化性にいい、アスリートにとってすごくいいタンパク質である、そういったことを広めることに成功したのです。理解者もどんどん広がっていきました。さらに革新的な商品も開発しました。フィッシュプロテインバーといって、タンパク質を手軽に美味しくそのまま食べられるバータイプのかまぼこを開発しました。これは何が革新的かというと、今までかまぼこは切って食べなければいけなかったところを、そのまま場所を選ばずバータイプなのでいつでも食べられることです。さらに運動後にも食べられるように、軽さ、かまぼこの軽さ2本3本食べられるような軽さの設計をしなければなりませんでした。そこに関しては158年続けてきた職人の技術、手技というものがあったからこそ、こういった商品が生まれたのです。そういったイノベーションを起こした商品を世の中に出すことで、かまぼこの魚肉タンパクの良さを理解した皆さんが広がっていき、今ではアスリートだけではなく、それを目指す子どもたちにもタンパク質が栄養補給としてのかまぼことして広がっていったのです。これはかまぼこ伝統を担う私にとって革新の第一歩となりました。最後です。イノベーションのヒントとなることは、過去を振り返ることにありました。一つ目に、原体験を振り返ること。それは自分自身の中にヒントがありました。私の場合、サッカーでした。二つ目に、158年の技術と伝統へのリスペクトです。かまぼこの価値を科学的に再評価することであったり、職人の価値、伝統の価値を再考することで、フィッシュプロテインバーみたいな商品は生まれました。この2つを掛け合わせることでイノベーションが生まれたのです。皆さん、何か変化をもたらせたいとき、イノベーションを起こしたいとき、過去を振り返ってみてください。イノベーションを起こす鍵は過去にあります。ここで私の現在の夢をお話ししたいと思います。かまぼこで皆さんを健やかにする、かまぼこでイノベーションを、魚肉タンパクで世界を健やかに。皆さん、応援よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。